안녕하세요 미소입니다今日は何をするかって言ったらこの角度でね何で挨拶しよるかって言ったらね真正面向いたら私メガネの話すごいんですで今日は朝から何を食べるかって言ったらロゼトッポギ食べてくださいっていうあのリクエストがめっちゃ多くて何かって言ったら韓国でねちょっと前ぐらい、まあ、結構、まあ、もう時間経っとるかななんかめっちゃ流行っとってなんかトッポギって韓国料理あるやんかなんかそれよりなんて言うんだろうクリーミーみたいなでね自分も食べたことないよねだって韓国行けんやん韓国行きたいやけん自分で作ったろうと思って自分で作りました私本当最近どうしたら嫁にでも行くんだろうかっていうぐらい料理のなんていうあれなんて料理私誰かもらってでまずお水で水を口にゼロにしてで中国タンメンとブンモジャーっていうやつとあの長いなんかトッポギを追加しましたって焼きましたいただきますあーやばいちょっと固まってしまってる中国タンメンやばい重っやばいボリュームめっちゃ重いけんこれこうやってやったらやばいもう腕が朝からもうラジオ体操並みにしんどいんやけどいただきますはい、おいしい。もう、おいしいでしかないです。ブンモジャ。ブンモジャってわかる？なんか、トッポギの中でもなんか分厚いみたいな。ゴム。中国タンメンめっちゃ美味しい初めて食べたんやけどなんかね、トッポギと違ってめっちゃクリーミーって言って、生クリームとか入れとんよ。で、牛乳とかも結構入ってるけん、めっちゃ美味しい。でもね、これ噛みよってね、なんか痩せそう。ブンモジャめっちゃ美味しい。なんかね、多分ね、トッポギのハトコぐらいに当たるんかな。だけどめっちゃプルンプルンで、花形にくり抜かれてない？かわいい。かわいい、あんた。今ちょっと固まってきめんけど、中国タンメンめちゃハマりそう。すごいよね、これめっちゃ美味しいわ。なんか食感にもてあそばれよる感じはあるけどイケメンになったらもてあそばれていいやんみんなやけどそれぐらいめっちゃ美味しいうちの卵とソーセージこのセットね付き合ってるんで相当美味しいわ美味しい。これなんか今度から得意だ食べ物何って言われたらなんか ロジェトッポギって言いたくなるぐらいめっちゃ美味しい。ちょっとみんなこれ家来る作るよこれ。
タリア料理に合いそう。卵4つ捕まえました。ぶどう飴みたい。青しんどいわ。もう中国タンメンやばい。もう中国行きたい。ほんとめっちゃ美味しい。なんかクリーミーやけん全然辛くないし、トッポギってさ辛いとこめっちゃ辛いやん。えやばみたいな。それに比べたら生クリームとか牛乳入ってるけん、なんかワインとかに合いそう。なんかワイン飲んだことないんやけど、うん、こっちも美味しいんやけど、なんかねほぼゴムみたいな感じ。ブンブンジャの方が美味しい。ブンブンジャまでプリンよこれ。なんかさ、俺のプリンみたいなめっちゃでかいやつない？この後ちょっとコンビニ行く用事あるんやけど、それめっちゃ食べたくなってきた。見て、ブンブンジャの集合体。ニンニク入ってるけんめっちゃニンニクの味がする。ニンニクの味するかな、あんませんわ。うん、美味しい。なんかウインナーもうね、でっかいウインナーじゃなくてちっちゃいウインナーを入れるのがポイントって感じだけど、こういうちっちゃいなんか小学生とか幼稚園とかのお弁当になんか番号入れるんだなみたいな。あのあふですか。うん。なんでこんなに美味しいんだろう。めっちゃ美味しい。なんかだんだんチュロスに見えてきた。なんか今日めっちゃここ鍛えられる。相当噛まないかん、これしんどいわ。でもなんかしんどい思いしてまで食べたいって思わせる、なんかそういう効果がありますねこれは。美味しいけどゴムじゃわ。ケーキ何か。これ朝ごはん？やば。めっちゃ濃いやん。朝から絶好調やね。はい、今日は私の手作りのロジェトッポッキーを食べたんですけど、どうだったかでしょうか。これから私得意料理聞かれたら、ロジェトッポッキーって言って、なんか男とか家連れ込むときはロジェトッポッキー作って、あの男の心をわしづかみしたいと思いました。やけん私の家来てロジェトッポッキー作られた男の人は、ひそちゃんちょっと俺のこといいって思ったのか狙っとんだのかって思ってもらったらいいと思います。そんな人おらんねんけど。で、よく聞かれるんやけど、みそちゃんって何の上で食べようんですかって聞かれるんやけどね。これあの壊れた引き出しをそのままひっくり返して、この上でいつも食べてることが多いです。まあ、そんな感じだったので、もしよかったら食べてみてください。まあなんかあったら呼んでもらったら私家作りに行くんで、まあ呼んでください。はい、以上みそでした。バイバイ。やばい、私こんな料理の腕上げてどうする。本当誰かもらってくれっかな。おはようございます。